演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのもっちりとした抹茶くず練りを食べたいと思います。うん、わらび餅系のようなプルプル系なのかな。おー、こんな風に巻いてもくれていますね。ちょっと崩れそうなのでこのままいきます。いただきます。そうだね、この苦味確かに大人だね。わらび餅のようなんですけど、わらび餅よりはちょっとプルプルが弱めで、その分抹茶の濃厚な苦味が口中に広がっていく、そんな感じですね。抹茶を堪能したい方にはぜひおすすめしたい一品です。しかもカロリーも低いというのも嬉しいですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。塩分減塩。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。